時間の進行は魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠とアシスタントはジャンドラゴンズ2019つまりがお送りします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。つまりちゃん、このコーナーデビューなんですね。はい、今日初デビューです。デビューは初だよね。デビューは初です。いいね、初々しいですね。こうやって喋るのは緊張するんですか？はい、普段あんまり人前で喋ることが少ないんで、はい、結構緊張です。緊張している。緊張です。じゃあほぐすためにもですね、はい、最近のね、ひまりちゃんの話聞かせてくださいよ。はい、最近の、最近夏だったので最近夏だったので夏らしきことしたいなと思って、うん、先輩方、ゆいさんと1年目のリノとよく、プライベートでも遊ぶことが多くて、福井県の水晶浜知ってますか？あ、有名なとこだよね。はい、綺麗な海のところに、はい、遊びに行ったり、うん、海の景色が見れるところのパフェ、美味しい桃のパフェを食べに行ったりしました。はあ、海を見ながらパフェを食べる。はい、ちょっと上の方から海を見れるように。あ、そうですか。そういうとこを探してもらったので。そうなんですか。はい、よかったですね。楽しかったですよ。差し支えなければ何パフェか教えてもらっていいですか？あ、何パフェか教えてもらっていいですか？食べたのは桃パフェと、はい、マンゴーパフェと、はい、あともう一個思い出せないです。よかったです。いちごパフェです。あ、そうですか。美味しかったでしょうね。いちごパフェ美味しかったです。はい、パフェトークありがとうございました。すみません。さあ皆さん、急ですが選手が登場します。中の選手が登場します。どうぞやっていってくださいよ。え、何、誰、今から言いますか？それは今から言います。はい、それでは大きな拍手を迎えください。中日ドラゴン背番号28、ウメツコーナー。超スタイル一緒。ちょっとぜひ生声皆さんにご挨拶をお願いします。ドラフト2で、入団した梅津光大です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうかっこいい、かっこいいって皆さんね。ひまりちゃんどう、実際生で見て。やっぱり顔が小さいですね。改めてね、小さい、足が長い。そう、足が長い。そして今シーズンね、すでに3勝、おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。なんで昨日は悔しいピッチングだったかもしれませんけども、今シーズンここまですごく充実してるんじゃないですか、1年目。そうですね、後半から投げさせてもらって、すごい皆さんの前で試合に出ることができて、すごい楽しいです。プロの世界、いろいろ想像されてたと思いますけども、がびっくりしたこととかも多かったんじゃないですか？そうですね、これだけ のお客さんは、お客さんの中で、投げることがなかったので、すごい応援の力にびっくりしてます。いやー、ジャイアンツ戦2勝ですもんね。素晴らしいですよ。どの球団から勝つことも素晴らしいです。ジャイアンツ戦2勝は素晴らしいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そして名古屋ドームでの登板もありますけども、どうですか、歓声届くんじゃないですか、やっぱり。そうですね、本当に背中を押してもらってます。背中を押してもらって、感じてます？感じます。いやー、嬉しいですね。もっともっと皆さん、ぜひ応援もよろしくお願いします。今日が先発だったということで、まあ、どんなスケジュールで動いてたんですか？今日は軽いジョギングとか、はい、軽めの練習をして、明日休みをいただいてます。あ、明日は休みなんだ。ちょっと嬉しそうですね。そんなに嬉しくないです。あ、そう、言える範囲で結構ですけど、明日のお休みってなんかこれはしたいなとかあるんですか？とりあえず寝ます。寝る、はい、寝ます。目覚ましをかけないで寝ます。あ、それ嬉しいですよね。それだけです。あ、はい、目覚ましかけずに寝ると何時間ぐらい寝られるんですか？いや、でも意外と9時とか10時ぐらいに目は覚めます。あ、そうなんですね。これだけ大きいとベッドとか布団も大変ですよね。いや、そんなことないです。大丈夫ですか？はい、大丈夫。変な質問しますけど、今何センチあるんでしたっけ？
187cm。 187、ね、同じ人類だ。ちっちゃってたでしょ今。聞こえてますよ、同じ人類ね。せっかくなんでちょっとひまりちゃんも聞いてみたいことあるんじゃない？私身長でかいんですけど、やっぱ女の子は小さい方が可愛いっていうイメージがあるので、あるんですけど、やっぱり小さい方が女の子っていい感じです。何を言わせたい？どうしたい？質問は、まあ、背も高い女性はいかがですかみたいなことだと思うんですよね。はい、そうですね、僕大きいので、はい、高い方が好きです。おーよかったじゃん。袖でガッツポーズしてるチアも何人かいましたけどね。イエーイ。あなたたちちょっとリアルすぎるからね。よかったね、ひまりちゃんね。はい、さてさて、シーズンも残りわずかになってきましたけどもね、ここから先どうやって締めくくっていきましょうね。まだきっと出番もあると思います。そうですね、まだクライマックスのチャンスは残ってるので、ここに試合僕が投げた時は勝ててないんですけど、あ、昨日勝ったか。もう少し勝つための力になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。まあ、そのためにもね、オンがあってオフがあって明日お休みということでしっかり寝て、あと最近ね、しっかり食べるっていうニュースもね、伝わってきてます。まあ、最近ネットでご覧になった方いると思います。高校時代でしたっけ？はい、はい、ラーメンの替え玉10皿なんでな。10皿。今はさすがに、今はでも今やれって言われたらできます。意外と食べれます。あ、本当に、はい、へえ。じゃあ明日もいっぱい食べましょうよ。はい、ね、昇竜館のご飯って美味しいんじゃないですか？美味しいです、すごく美味しいです。ね、あ、昇竜館での生活どうですか？充実してます？充実してますね、やっぱり近くに球場があるので、トレーニングも練習もしたい時にできます。いっぱいね、新人のね、選手たちがいっぱいいますけども、よくつるむとか仲良くしてるとかって誰なんですか？でも寮ではあんまりいないんですけど、うん、その大学の先輩の大野さん、はい、大野翔太さんにはよくご飯連れてってもらってます。一番ご飯行ってるかもしれないです。そうなんだ、はい、へえ。大野翔太さんとどんなものを食べるんですか？お肉が基本多いですね。あ、やっぱ皆さん焼肉なんですね。そうですね。焼くんですか？焼きます。焼く、はい。はあ。差し支えなければどのあたりの部位がお好きなんでしょうね？又吉投手なんかタンばっか食べてるって話があるじゃないですかね。あ、タンは好きです。あ、そうですか、はい、あ、お肉も相当食べるんでしょうね。そうですね、ご飯食べないでお肉ばかり食べます。あ、白飯いかないんだ。そうですね、はい。え、でも最後はなんかクッパとかなんかそういうのでまとめるんでしょ？冷麺食べます。最後も冷麺？最後冷麺で。爽やか。あ、爽やかじゃないそれね。そんな気がしますけど、どうですか、なんか他に聞きたいことあるんじゃないですか？どうしたら、どのように背を伸ばしていきましたか？どのように。なるほど、俺も聞いてよ、うん、それはどうですかね。僕、父親が180センチぐらいあるので、でかい。で、兄も180ぐらいあるんですよ。僕だけ少し大きいんですけど、遺伝です。遺伝、やっぱ長谷川さんも遺伝ですかね。おい、どういう締めくくりやんの。うちの親父泣いとるわ今どっかすいません。あ、そうですか、そうですかね。変なことも聞きましたけど、すいませんね、本当にね。まあ、とはいえ本当にね、1年目充実のシーズンということで、ますます皆さんの期待は高まる一方ですよ、ここから先どんな選手になっていきたいですか？そうですね、その打者を圧倒できるストレートとかがまだないので、まあ、本当にストレートを磨いて、強気のピッチングができるような、ピッチャーになりたいなと思います。おー、ぜひ皆さん投手よろしくお願いします。あとどうでしょう、ね、いろんな最近ね、ニックネームがあったりします。例えば選手によってね、ガッキーとかね、なんかそういうのってこんな風に呼ばれたいってありますか？そろそろ皆さんいっぱい声かけたいですよ、もっともっと。はい、どうなんですかね、僕が決めるのかな。あ、
決めるんです。あ、呼ばれ、じゃあ皆さんが呼びたい感じがいい。そうですね、それにお任せして。じゃあ例を示すとこんなのがあるよってなりますか。それでちょっと皆さんに呼んでもらってね、締めくくりたいなと思って。そうですね、うん、梅ちゃん、梅ちゃんで、梅ちゃんいい、梅ちゃん本当にいいの、梅ちゃん結構それ動き出せますよ、世論が。いいですか。いい、可愛くていいんじゃないですか。可愛いですよね、可愛くて爽やか。よし、じゃあ決まった、梅ちゃんいきます。はい、じゃあ皆さん、せーの、梅ちゃん、ありがとうございました。これからますますの応援をよろしくお願いします。ドラゴンズ背番号28、梅津光大投手でした。ありがとうございました。梅ちゃん、良かったですね。良かったです。かつ爽やか。かっこいい。ねえ、方もいるんだよ、中にはね。はい、で、野球上手でさ、いいね。はい、スター候補だね。はい。はい、というわけで、梅津投手、ますます応援していただければ幸いです。で、残ったお時間ね、さっきのパフェトークはひとまず済んだね。いいね。はい。はい。もろもろの告知をしていきましょう。まずはですね、ファンクラブに関して、まあ、昨日もお伝えしましたけども、2020年のファンクラブ会員の募集、先日13日から開始していまして、来年度もゴールドレギュラージュニア会員を受け付けていましたが、なんとゴールド会員については早くも定員に達してしまいました。受付終了です。ありがとうございます。そして会員特典としまして何があるんでしょうか。会員特典としましては、レギュラー会員が名古屋ドームパノラマ A 席2枚、名古屋球場ファームの試合2試合、名古屋ドームオープン戦1試合、ジュニア会員は名古屋ドームパノラマ A 席4枚、名古屋球場ファームの全試合が、そして名古屋ドームオープン戦1試合をそれぞれ招待券で観戦できます。またグッズも6種類の中から1つ選ぶことができます。はい、というわけで今日もグッズご用意いたしましたので、僕が紹介していきますので、じゃあサポートお願いしていい。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは一番外面ですね、この一番大きなカバン、こちら 2way リバーシブルトートバッグとなっています。リバーシブルというぐらいですから、そうですね、ガラッと変えると、そうです、出していいですよ。はい、ぜひ見ていただきましょう。まあ、昨日もお聞きしましたけども、すでに入会された方、 ありがとうございます、結構いらっしゃるんですね。以外の方はまだの方ですね、顔を覚えておきます、よろしくお願いします。はい、ちなみに昨日はあれだよね、ジャイアンツファンの方がすぐここにいたけどさ、今日いないね、昨日いじりすぎたから。あ、いた、ここにいたよ、今日もいたよ、いらっしゃいませ。まだオレンジじゃないですか、いいんですか、そろそろブルーになってもいいんですよ。この方筋金入れてね、爪もオレンジでいらっしゃる、うん、青くしてやる。はい、さあこちらですね、ツーウェイということでカモフラージュ、おーいいね、やっぱ持ち方が様になってるね。なになに、ちょっとモデルさんじゃん、完全にね、いい感じです。はい、こんな感じで持っていただければ幸い。ツーウェイリバーシブルトートバッグでした。続いてはスリーウェイビーズクッション、あ、でしょ、かわいいでしょ。ただね、スリーウェイって言ってる以上3種類の使い方があるんですよ。開けてみましょう。このチャックを開けると中からなんとこういったものが出てきます。ボールの形をしたもの、そして一番下のものがですね、これ空気入れるのかな、空気入れるの、このままこのままですね。いや、ビーズがこの中入ってって、あ、そういうことか、なるほどね、はん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 。で、首のところに置いての枕になるということですね。はい、スリーウェイでございます。そして続いてはウォールポケット、そうです、ウォールポケット、ウォールってぐらいですから壁にかけるということですね。まあ、車の後部座席のところにですね、添えるとより効果的なのかなという感じですね。いろんな、まあ、ティッシュペーパーを入れるものがあったり、ドリンクホルダーがあったり、もろもろ入れたいものを入れてください。それはあなたの自由です。はい、といったもの。そしてワンショルダーバッグ、前でもいいね、用心深い人はね、海外行くとこうだよね、うん、海外はそうだ、
まあ、それが普段あんましない、こういうのしない、まあ、使い方は自由です。こんな形で肩からかけていただくバッグ、爽やかなドラゴンズブルーとなっています。はい、そして、ここにはございませんが、ファンクラブのユニフォーム着てらっしゃる方いますね。いらっしゃいますね。ありがとうございます。ユニフォームと、そしてファンクラブのキャップをかぶっている方はいないかな。はい、合わせまして計6人です。よって6人家族の方で、全員入会いただくと、これは全て手に入るということになりますね。ぜひご家族で、ご友人の方も含め、たくさんの方と一緒に入会していただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、というわけで公式ファンクラブ2020会員募集のご案内でした。さあ、ちょっと時間がまだあるぜ、ひまりちゃん、はい、せっかくだからさ、ちょっとあなたのダンスのさ、ストロングポイントみたいなの教えてよ。ストロングポイント、ですね、なんですかね、先輩方こちらに見守ってゆいさんとゆきのさんが来てます。しのりのも来てます。すごい援軍がいっぱいいるんですよ今日。イエーイ、来てくれました。あのね、こちらの方々はね、あれなんですって、ひまりちゃんが今日初めてこの DD 知っとくにデビューするもんですから、はい、心配で見に来たという体で、実は梅津投手を見に来たんです。絶対そうです、絶対そうです、絶対そうです、絶対そうです。特にゆきのさんが隠れても意味ない。じゃあちょっと助けてあげてください。彼女のダンス、どんな特徴がありますか？ひまりはですね、背も大きくて手足が長いので、もう全てのダンスで一番もうこういうのが長いし、あとはもうバレエ担当な感じなので、そういうところをちょっと皆さんに見ていただきたいです。1年目結構バレエ系が多いんですよ、ジャズが多いので、はい、ね、ひまりもその一員だからね、はい、見てくださいね。いいところ、しっかりつま先とか指先まですっごい綺麗に伸びてるんで、そういうほんと細かいところまでしっかり大きく動かして、もう泣いちゃう？泣いてないです。泣いてないですよ。踊ってるのがひまりの良さなのかなと。はい、はい、ちなみに梅津投手どうでした？イケメンですね。ひまりちゃんのいいところはひまりちゃんが踊るときにすごい気持ちよさそうに踊ってるのがすごく大好きです。ありがとうございます。大好きです、ファンです、ファンです。どうぞどうぞ。はい、ひまりの、はい、なんか可愛い笑顔が好きです、大好きです。ありがとうございます。泣いちゃう、ひまりが泣かないじゃん。そんなよく泣く子なんだ。あ、そうなんだ。すぐ泣く。感激屋さん。そう、感動しても泣くし、うっせえ。確かに。うっせえ先生と話すと泣くもん。涙出そうになります。すぐ泣いちゃう。そうですか。いや、助長させるね、ようなことは言いたくないけども、じゃあ、あとね、D ステージも今日含め3回だね。最後まで泣かずに踊れるかい？はい。はい、泣かないで、はい、はい、じゃあ今日のドリームスターズパーティーのね、意気込みだけ語っていただいて締めましょうか。お願いします。危ない今日は、ファイナルシリーズ、ファイナルシリーズらしき、特別らしくじゃねえか。すいません、らしく、特別な D ステージにします。お、はい、特別な D ステージになるので、最後の最後までちゃんと見てください。ぜひよろしくお願いします。はい、DD知っとく情報のデビューひまりちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではドラゴンズファンの皆さん、夢ある限り最後までね、一緒に戦いましょう。今日も勝ちましょう。最高の演奏よろしくお願いします。いきます、昇竜復活 with blue。 ありがとうございました。ありがとうございました。 DD 知っとく情報でした。